5日に一度のイエーガー先生の往診に毎回ついてくるようになった。たくさん本を読むからいろんなことを知ってる。じゃあ子供がどうやってできるかも知ってるかな。は？そんなの俺でも知ってるぞ。本当に？真夜中に大きな鳥が赤ん坊を運んできて、それをお母さんのお腹に入れるんだよ。鳥がどうやって赤ん坊を運ぶの？背中に乗せんだろ。それじゃ落ちちゃうよ。そっか。とにかくだな、アルミはいろんなことをたくさん知ってる。外の世界のことを教えてくれたのもアルミンなんだ。俺はいつかアルミンと一緒に外の世界に行く。どうだミカサ、俺はやれる。巨人とも戦える。もうお前に世話を焼かれることもねえな。なんとかなったようだな。目でどうだって言ってるよ。違う。これで私と離れずに済んだと思って安心してる。戦闘が混乱したら私のところへ来て。は？俺とお前は別々の班だろ。混乱した状況下では筋書き通りにはいかない。私はあなたを守る。お前何言って。アッカーマン訓練兵。しかし。おい、いい加減にしろミカサ。お前までおたついてんじゃねえ。人類滅亡の危機だぞ。何てめえの勝手な都合を押し付けてんだ。悪かった、私は冷静じゃなかった。一つだけ頼みがある。どうか死なないで。死なないさ、俺は。しばらくぶりに会った気がするぞ。エレン、何かひどいことはされてない？体を隅々まで調べ尽くされたとか、精神的苦痛を受けたとか。ねえよそんなことは。あのチビは調子に乗りすぎた。いつか私が叱るべき報いを。まさかリヴァイ兵長のことを言ってんのか。エレン、まだ起きてはいけない。安静にして。メガタ、逃した。なんでみんな、一体作戦は失敗した。今は休んで。これはまたお前に助けてもらったのか。落ちたぞ。疲れてんだろ、部屋行って寝ろよ。ごめん、平気。それもうボロボロだな。今度支給品に新しいのあったらもらっといてやるよ。いいんだ、ありがとう。エレン、私たちも帰った方がいい。お前ら先帰ってろ。エレン、待ちなさい。エレン待って。エレン。
ねえ、アルミ。なんで、エレンはいつも、私たちから遠くに行くんだろう。私はただ、そばにいるだけでいいのに。それだけなのに。聞いて。伝えたいことがある。私と一緒にいてくれてありがとう。私に生き方を教えてくれてありがとう。私にマフラーを巻いてくれてありがとう。何度でも巻いてやる。なんで俺にはミカサやリヴァイ兵長みてえな力がねえんだって妬んじまった。でも兵長だってお前だって一人じゃどうにもならないよな。少し痩せたか。飯は十分食えたのに。エレンは元気そう。まあな。行くぞ、身支度を急げ。何をするんです。エレン、やはり私も。ついてくるなんて言うなよ。お前はおとり部隊に配属されたんだろ。でもエレンを一人にはできない。一人になったらまた。いい加減にしろ。俺はお前の弟でも子供でもねえ。そう言ったはずだ。アッカーマン、お前もイエーガーを守る精鋭班に入れ。お前の腕が必要だ。